ズブツオフの紋章、ズブツオフは、ロシアのトベリ州南部にある古い町。ボルガ川とバズーザ川の合流点にあり、州都、トベリからの距離は南へ 153km、ルジェフからは南東へ 18km、スターリザからは南西へ 44km。人口は2002年全ロシア国勢調査で7430人。ズブツオフとボルガ川上流の冬景色、ズブツオフは、 ベイルイコーチとスモレンスクコーチの間に位置し、その間をボルガ川の上流が流れる。バズーザ川はここでボルガ川右岸に合流している。町には1901年開通のモスクワリーガ間の鉄道が通り、この先はルジェフ、ネディドボ、ザパドナやドビナを経て、ベディー系ルーキへ至る。モスクワのリガ駅からの距離は 217km である。 またモスクワベリーキエルキレイゼクネリガを結ぶ、ロシア連邦道路 M 9も通る。ボルガとバズザの合流点ズブツオフの第二次世界、大戦記念碑ズブツオフの名が年代記に書出するのは1216年のことである。1247年より、トベリ大公国に属し、その国境にある要塞であった。また、一時期独自の公を持つ、ズブツオフ公国が成立している。 その後1485年にトベリ大公国がモスクワ大公国に併合された時にズブツフもモスクワ領となった。1605年から1612年にかけてのロシア・ポーランド戦争ではポーランド・リトアニア共和国軍に何度も占領されている。18世紀初め、ブイシニー・ボロチョークにネバー水系とボルガー水系を結ぶ運河ができると、 モスクワとサンクトペテルブルクを結ぶ水運が発達し、ズブツオフは川船の貨物積み返地として重要になった。1776年にはエカチェリーナ2世の行政改革により市の地位を与えられた。後にはアマ引の中心として栄え、1801年には新古典主義建築の生新女終身大聖堂も建てられている。19世紀末まで、 ズボツオフは交易の街として栄えた。第二次世界大戦では1941年10月11日からドイツ国防軍に占領されたが、赤軍のルジェフ反抗により、1942年8月23日に赤軍西部戦線が奪還した。ズボツオフには、機械工業、繊維工業、食品工業などが立地する。ありがとうございます。